それでは予報センターから台風21号に関する最新の情報をお伝えします。台風21号の最新の状況をご覧ください。はい、午後3時現在の実況位置と予想です。台風21号、本日午後3時現在、マリアナ諸島の近海にあって、1時間に20キロの速さで西寄りに進んでいます。現在勢力は非常に強い。現在この台風の周辺では海水の温度が29度前後と、かなり水温の高い領域になっていますので、この後も少しずつ発達をする見通しです。現在中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間は60メートルと解析されています。台風はこれから明日金曜日、そしてあさって土曜日にかけて西ないしは西北西に進路を取り、そして日曜日には次第に北西寄りに、北寄りに向きを変えていく見通しです。さらに気象庁発表の5日間の延長予報を見ますと、週明け月曜日から火曜日にかけてはさらに北向きに進路をとって、4日から5日にかけて日本列島にかなり接近ないしは上陸する可能性もシミュレーションされてきているような状況です。ということで、台風21号、今後来週の半ばにかけて日本付近大きな影響を及ぼす可能性があります。引き続き最新の情報に十分注意をしていただければと思います。以上、予報センターからお伝えしました。